幕末の間では剣術が盛んに流行り、大小500に及ぶ道場があったと言われます。その中で門弟の数と質で全国に名を轟かせた三大道場がありました。その一つ、位の桃井道場と言われた京心明一流は、江戸時代に桃井直義によって編み出されました。それは一刀流の他に二刀流、居合、ちぎり技術を含む流派でした。初代桃井俊蔵こと桃井直義は、江戸日本橋南茅場町の粗末な長屋を私学館という名の道場にしますが、近所の他流から嫌がらせをされ、三代目の頃には道場が行き詰まり、解散寸前となったと言われます。しかし、婿養子の直政が四代目桃井俊蔵の名を襲名すると、道場は勢いを盛り返します。四代目の直政が格調高い剣風と美しい型を作り出すと、それが評判を呼び、他藩からも門下生が入門するようになります。特に土佐藩から身長180センチ、剣術も教養にも優れた武智瑞山こと武智半平太が岡田伊蔵らと共に入門すると、武智は塾頭として道場の風紀を正し、さらに道場を盛り立てたと言われています。さらに直政が幕臣に登用され、公部所の剣術教授方となると、桃井俊蔵の名は不動の地位を確立します。その磨き上げられた圧倒的な品位と存在感は、江戸市中見回りの新潮組相手でも一瞬にして黙らすことができたと言われています。明治になり、警視庁に激減世話係が創設されると、直政の皇帝たちは別格扱いで登用されますが、京心明治流は試合稽古を主にしていたため、明治以降剣道へと変化していく過程で継承が途絶えました。しかし、品格第一、位は桃井と心技体のさらに高みを目指した桃井の剣術の美しさは、未来永劫語り継がれています。